第1周1600メートルリレーの予選の第4組が出発をいたしました。この中ですと第6レーンからスタートいたしました植木 TC は昨年の関東選手権の優勝チームです。さあトラック競技1600メートルリレーをやっておりますが、男子走り高跳び2メートル15にバーの高さは上がりまして、これから順天堂大学中山くんの1回目の跳躍です。さあ 1600m リレーの予選の第4組、先頭はウェーブ TC、 第2走者は山本くん。次の高さを2名ともパスをし、バーの高さは2メートル21へと上がります。さあ 1600m リレーの予選の第4組、先頭は変わらずウェブ TC です。さあいよいよバトンは三河です。予選の第4組、さあ先頭争いが激しくなってきたが、さあ上部 TC、 そして国士舘大学、